はい、どうもおはようございます。競馬 V です。とね、今日の土曜日阪神カップですね。実、芝の 1400m の内回りですね。今日はねちょっとざっと、解明の方だけ言おうかなと思ってます。まず1頭はサングレーザー。いやな、サングレーザー、まあ言わずともね、この間のマイルチャンピオン3着と、もうかなりの成長ぶりがうかがえたレースで、ね、あの実力もあると分かったあのレースだと思うんで、まあ、サングレーザーは1006でも通用するんであれば、1004なのはもっともっと僕は全然通用するんじゃないかなと思って、サングレーザー今回ちょっと買おうかなと思ってます。まあかなり強い馬ですね、サングレーザー。でもう一頭、ビップライブラリー。もう前から夏ぐらいから僕ちょっとあのいいなと思ってたんですけど、はじめねこの馬あのババが悪いとこが強いかなと思ってたんですけど、ミチュアルがね強いかなと思ってたんですけど、まあまあ前回の走り見て全然普通のババでも走れるなと。だ両方ある程度走れる馬なん でここ最近も調子上げてきてるんで、まあ人気ないんでね、逆にめちゃくちゃ買いかなと思ってますね、ビップライブラリーで。ずっと乗り換わりもなく王の機種で、まあここは3着以内にも入ってきてほしいなと思ってますね。なんで一応ビップライブラリーも買おうかなと。であともう一頭がやっぱり外せないのがレーヌミロル。もうずっとこれもね結構買い続けてるんですけど、まあ言うても桜花賞馬ですし、で結構距離もね、ずっとずっと伸ばしたり、ね、この間のマイルチャンピオン出てやっぱ 1600m までの馬かなと思って、なおかつ今回1400なんでバリバリ、適正の距離なんじゃないかなと思ってるんですけどね。でなおかつ 54kg なんで、まあまあ和田騎手がうまいこと多分乗ってくれるんであろうと僕は思ってますね。なんで今回ちょっと絞りやすかったんですけど、まあイスラボニータも今回ね多分おそらく一番人気引退レースなんでなるでしょうけど、まあ引退レースやろうと僕はもういらないかなと。もうちょっと死んでる馬からまあ早めにもっと早く引退してもよかったんじゃないかなとは思ってるんですけどね。まあ結構この阪神カップレベル高い馬が揃ったんじゃないかなと思ってるんですけど、まあその中でもサングレーザー、ビップライブラリー、レーヌミロルの3頭を、僕は買い目に上げます。なんでサングレーザー、ビップライブラリー、レーヌミロルの、3頭ボックスワイドで1000円ずついきますということなんで、チャンネル登録よろしくな。また有馬記念の方の最後の解明の方もまた別で動画上げるんで、そっちの方もよろしくな。